ええー、ほしーです。<laughs> ええー、いよいよ、ええー、22日、ブリックス、迫ってきました。<laughs> ええー、どっかこの辺のタイミングで、いろんなことが起きるだろうと、僕もなんか予想してます。イエーイーええー、まあ、この辺のね、あの、三次元的なことは、あの、すべて、あの、宇宙にお任せ、ね。 神様が全部、あの、やってくれてますので、もうすべてお任せして、私たちはしっかり波動を整えて、波動を上げて、準備をするというふうにしたいなと思います。で、ちょっと、いくつかお知らせです。まず一つ目。一つ目です。えー、追加でお話し会が決まりました。え9月21日木曜日。9月21日木曜日です。で、これは、あの、町田でのお話し会。 えー、町田です。手島さんっていう方の中華料理のお店を丸一日貸し切りました。えー、10月2日に、えー、ゆかりさんのお話会、町田で初めて、えー、ここの手島さんのとこでやることになったんですが、えー、もうす,すっかり、えー、満員になってしまいまして、今現在17、8人もいます。ただ、まあ、なんとか20人までは入れるということになりましたので、 えー、10月2日もまあ募集はしようかなと思いますが、追加日程で9月21日ということになりました。ここで、えぇ、ー、良い人やむみんな、王室くしんじを朗読している、えー、今、えー、大ブレイク中のゆかりさん、ゆかりさんのお話をたっぷりと9月21日していただこうと思います。えー、時間は朝11時スタートで、えー、夕方4時まで。そして、えー、その後、親睦会。 えー、4時からそのまま、えー、多分6時か7時ぐらいまでということになります。でなんとですね、もうありがたいことに、この手島さん、もうすごいんです。えー、今回参加費は、えー、お話会1000円、そして親睦会、こちらもお料理がつくんですけど、たっぷり。1000円だということです。えー、両方合わせてもたったの2000円。 ただ、お酒飲む人はベッド、これは注文してください。こんなはかあの、安い値段で内容の濃いお話を聞いて、そして会場を丸一日貸し切って、そして昼間はお弁当までつけてくれるんです。もうびっくりしました。こんな慈悲深いね、あの、方はなかなかいない。本来であればお店開けて普通の営業してればね、 あのお金ねあの日銭にも入ってくるのにっていう、そういう中にあって、神様の仕事をすると、そのお手伝いをするということで、えー、こういう金額でやっていただくことになりました。えー、一応私はみなあの、皆様から愛の感謝箱ということで、えー、会費は1000円ですが、一応、えー、プラスアルファ、えー、心ある方だけ、 ね、あの少しお金による余裕のある方だけは、ぜひ、プラスアルファ、愛の感謝箱をぜひ、あのお願いしたい,したいなという次第でございます。えー、それから次の話です。えっと、えー、今日、えー、まあ、まあ、昨日だね。うん。えっ、ー、と、もう1ヶ月。 えと僕は9月の 6, 6日から10月9日まで、えー、日本人、えー、巡業すると、<laughs> 大風呂敷広げたんですが、もう全く間に合わないんです、1ヶ月じゃ。まだまだオファーがいっぱい来てるんだけど、日程がもうほとんど埋まっちゃって、あのも,うもう1ヶ月休まないとダメっていう状態になりました。なので、えー、今日あのまあ会社の方には申請を出しました。正式に書類を出し,出して。 で有給も全部使うで多分なくなった分は全部もう欠勤扱い、うん、で僕の仕事っていうのは、えーまあ、タクシーとかハイヤー業界っていうのは、えー、社員ではあるんだけれども基本的に100%歩合制なんです歩合だから出なければゼロ、うんえー、そういう仕事です、えー、だからまあ、えー、と10月のね、えー、分についてはあのなあの え、愛の感謝箱をいただきましたので、え、全くの赤字にはならない。うん。ある程度生活費も、まあ、贅沢はできませんがね、あの、賄うことが何とかできるようになりました。まあ、え、11月に関しては、もう全くメドは立ってないんだけど、でももう、決めました。決めた。うん。もう僕は、後悔したくない。うん。あの、とにかく、この神様のお話、神様の仕組み、 こういったことを一人でも多くの方にちゃんと会ってあのお話ししていこうというふうに決めました。なので、えー、10月の9日以降、11月の10日まで、あのまた予定が明けましたから、えー、ぜひあの皆さんあの来てほしいと、漢字をやるから来てほしいという方がいたら、あの橋本の個人 LINE にぜひあのお問い合わせください。 でもうすでに北海道行きます北海道えー、それから今オファーが来てるのはえっ、ー、とまあいろいろとあるんですけれどちょっとまだえっ、ー、としっかりと管理さんが手を挙げたっていうところがまあこれからになりますからえー、ちょっとおまたおいおいあの皆様にお伝えしていこうかなと思いますただえー、もう多分あの8月の22から25 まあ遅くても8月いっぱいまでには、もうこの経済的な何らかのことは必ず起きるって僕思います。特に、えー、アメリカのバイ・バイデン。これが、要は一つのサインです。うん、お縄、うんえー。これが一気に経済の崩壊、そして金融崩壊。でアメリカがぶっ潰れると、えー、もう日本も潰れると。 でもう今すでにも潰れてるにもかかわらず今は平穏無事にあのなんていうの何もないようにコントロールしてるだけそんなふうに僕は思ってますで、えっと、あの何回も何回も同じことを言います経済の崩壊と RV はセット、ね、だけれどもこの宇宙のえするにこの地球で起きる、ね、これから起きるあの えっと、なんていうのかな大峠金融クラッシュ、それから経済クラッシュ、世界的にこれからホームレスとかいっぱい出てくるとかって、こういうことが起きるんだけど、これと魂の成長、ね、見た磨きは全部セットだよ。セット。ここだけはね、みんな本当に腹に落としてほしい。うん、でね、あの、石屋情報僕は入れると、 えー、YouTube の視聴回数ってね本当に5000人から1万人いくらしいくんですよけれどもこの「先進しよう見たまめを磨こう」ってなると一気に3分の1です、うん、今2000人とか3000人ねだからまだまだあのお金ばっかり追っかけているような方が多いうんだ精神性がまだまだそこに伴ってないっていう、まあ、視聴者回数だけで見ると そういう判断になります。けれども、どうやら僕の YouTube チャンネルは、本当のコア、コアな人がどうやら見てくださってるっていうことだけは、なんか最近分かってきました。はい。で、僕は絶対に100匹目の猿現象を作ります。ね。オセロがね、ね、えー、黒から白にバタ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 ってひっくり返る、これを、この現象を僕は、 えー、やりまますす、うん、この先導に立ちます、うんでえー、もうすでにもう僕のやってることに共鳴をし僕私は助さんやります私賀来さんやります、うんねえー、私は金をやります銀やりますってみんなそれぞれの駒も持ち場があってみんながあのあのボランティアで今動いてくれてますすっごいい勢いなんです僕のグループライン。 ね、そして、実際の行動もお話し会も、すっごくいいことになってます。で、この流れに一人でも多くの方を僕は巻き込む。ね。ある意味台風です。<laughs> ハリケーン。ね。ハッシーというハリケーンがあるんです。そこにブワーって巻き込んで、みんなをグワーンってこう巻き込んでいく。こんなことを今考えてます。えー、まあ、短いですけど、もう、それでもあっという間に10分経っちゃったんで、これでお話の方、うん、一旦終わりますが、 えどうかよろしくお願いします。燃え,燃えまくりのハッシーだぜ。<laughs> でも、ハッシーの基本はね、ね、裸の対象なんだぜ。<laughs>